Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio, Radio on FM 76.1. Coming up. Ajiraji. さあ、時刻は4時を回りました。アジクータラジオ生放送の時間です。今日は祝日、終分の日でございます。はい、9月の22日木曜日、お相手は DJ モーリーと。ヤラあゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ秋っぽい テーマにしようかなと先ほどお話をしましたけど、はい、今日日分の日なのなでねどうですか最近秋だなって感じることって秋でも朝晩寒く涼しくなってきたので、うん、だいぶ秋は感じるようになってきましたねまたやらい身の場合はね朝が早いという話もありましたので、はい、あなたの朝って何時かからですか <laughs> 朝は大体6時には起きてますね6時に起きて弁当作ってという <laughs> お弁当を作りましてすごいなこれねそれがルーティーンですね 大体そうですねお弁当の日には必ずお弁当を作ってますねはい。あの今日はいいかなとかならないですか眠いなとか眠いなっていうのは常に思ってるんですけど、うん、やっぱりねお弁当を作ってほしいっていうことなのでお弁当そんな時は作りたいなって感じですけど、ね、これすごいよな、うんはい、あの去る日曜日に僕も披露宴の司会やった時に、うんはい、新郎の方が、うんえー、だいたい朝8時半出勤ぐらいの方なんですけど早いですね朝 8時半出勤なんだけれども朝4時に起きるとでいろいろこう撮りためたテレビだったりとかあのんか朝からパタパタするの苦手な人みたいでそれで仕事の時は朝4時起きですよって言ってたんですよすごいですねじゃあ新婦さんにも聞いてみようということで聞いたら新婦さんも5時起きみたいえ早っと思って早いですね 僕ちゃん7時半起きですけどもみたいなもうね話すことなかったですけどねそうなんですねでも確かに朝<っ>あの本当に時間をかけて準備をしたい方とかって結構いるじゃないですかだけど4時起きっていうのは男性で珍しいですよね。やっぱりこの <laughs> あれがないこれがないとかせわしくするのが苦手みたいそうなんですねだからもうできるだけ早く起きてもうゆっくりまず優雅な朝を過ごして準備万端に出かけたいみたいな感じなんでしょうね今朝どうでしたか秋分の日でお休みですけれども今朝はですね朝から掃除大掃除しました今週末に友達がちょっと遊びに来るっていうのもあってもうこれを機に大掃除しようってことになってきっかけでねこれをきっかけでももういいろろなの お辞して自分のドレッサーから、うん、<laughs> ドレスサーからはいあとクローゼットとかねちょこちょこ<ー>はいやったりとかしてなんかどこ見られるかわかんないんじゃないですかクローゼット見られないんじゃん <laughs> まあでも、ね、気持ち的にかなぜならそのお友達が、うん、あのあの生理週のアドバイザーの資格を持ってるんですよ<ー>はいでそれでさらに、うん、あのまた上 あの上の九をこれから取りたいということで頑張っててじ。うんうん、あの実際に私の家もちょっと整理収納させてみたいな感じ。<ー>そうそうそう、なのでどこをしてもらおうかなっていうのを今ちょっといろいろ考えてるんですけど。だったら何もしない。そのまま、うん。の逆,逆にそのやってないところもあるんですけれども。うん、他はちょっとちょこちょこやってる感じですね。<laughs> <laughs> え、なん、なの資格?整整。整理?。整理収納アドバイザーっていう資格があって、結構主婦の間とかでは結構有名な資格。 なんですけどあの最近ほら、あの CM とかで大吾さんが取ったとかってやってる資格なんですけれども、もうそれよりもさらに多分上なんですが、あのコンマリさんとかっていう方が有名だったりしますね。それの一級とかを持ってたりする方で、うん、結構沖縄にはまそんなに少ないんじゃないですかね、持ってる人は。まあでもね、このお家の習慣とかっていうのがあらずだから、そういう方が来てアドバイスをすることでガラッとね、そうなんです。ルーティンが変わるっていうことですね。そう、だからビフォーアフターでも取ろうかなとか思って、だからあい でクローゼットは本当にもうまずいところだけちょっとやって、<laughs> <laughs> だからあえてそこまでそこは片付けとはないんですけど、いやでもいやさすがにも天下の柳来美さんですから、クローゼットはもう矢来美さんですか綺麗でしょうやっぱり、もうねすごいんですよこの服の量とかねあそう、あまあ女性はね、もうもう毎回毎回片付けても片付けても減っていかないっていうのがあったりするんでん、そこはちょっとねその友達からなろうかなと思って、なるほど、うん、まあ靴の 量とね、洋服の量、はい、女性は半端ないですからね。本当ですねまたこれを機に。そう、どんどん溜まっていきますからね。はい。はい。さあ、この後、はい、えっとね、去就分の日ということで、はい、実はこの後夕方からですね、一つの。 リーグが開幕するんですけれども、そうなんです、えー。B リーグということで、はい、男子のバスケットボールの、うんえー、まあリーグがですね、いよいよ今日から開幕ということですね。はいはい、また後ほどその B リーグに関する中継の情報もお伝えしていきたいと思います。はい、アジクルターラジオ今日もこの後5時56分までの生放送です。 アジクルタラジオ、今日のオープニングは BDI、ローラーをお送りしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、株式会社、ティーダカンカン不動産の提供でお送りします。 さあアジクルタラジオ9月22日週分の日の木曜日生放送お送りしております、えー、今日の沖縄地方天気北東の風で曇りということで小座上空もね、えー、曇っておりますね、はい、まあでも雨の心配大丈夫かなそうですねでも先ほどから結構降ったり止んだりしているのでそうですかはい。うん、傘をさしてきたんですけれども、うん なのでちょっとね、急な強い雨にはね、注意したいなっていうところですね、うん。ねはい、まあ今日は、今週は2回目か、はい、え祝日ということですけれども、はい、なんか仕事してるのか、休んでるのか、ちょっと分からなくなる習慣かもねそうですね、ねあの結構休みの人も多いと思うので、うん、なんかそんな中でお仕事っていうのが、なんかちょっと変な感じですよね、今日モード的にどんな感じですか、モード的にはちょっとお休みモードですよね、どちらかというとね <laughs>、はい、なんだろうね、これね、うん。 うんまあ昨日夕方ちょうどあの、まあ、そのまんま沖縄市、まあ、ラジオ終わって、はい、南城市に帰る予定だったんですけどあまりにもこう混んでてあそうなんですねなんでかなと思ったら<ー>やっぱりこう今日が休みだから休みの前なりということで、はい、各地でね。 えー、出かけられる方もいたんでしょうねなるほどちょっと遅くまでというか、うん、ええー、そうなんですねね、皆さんはどんな風に過ごしているんでしょうか、うんはい、さあこの後 B リーグということで、えー、いよいよ琉球ゴールデンキングス対アルバルク東京戦はい。もいえば B リーグの開幕戦とうそうなんですよね開幕の初戦を我らが琉球ゴールデンキングスが飾るっていうことはね本当に歴史的瞬間ですよねなんかねいろいろこう情報を集めてみると、はいまあキング。 BJ リーグ最多4度の優勝を果たしている、ねはいまあ、BJ の王者ということなんですが、はい、対する、えー、東京の、まあ、アルベルク、はい、東京はですねさっきの。 ナナショナルリーグで最多勝率をマークした強豪ということなので、JBL もなかなかの BJ リーグよりももしかしたら強いんじゃないかって言われたりとかす、うん、るそぐらいに日本代表とかも、ね、いたりするチームとかがあったりする中で、はい、そのしかもその中でも最も、えー、昨シーズン優勝したところと戦うということですよねね、うん、どうなりまますす、ね、本当でこ、ね、これこそまさにちょっとね。 ドキドキですけれども楽しみですね。まあその試合をですね、まあ今日は沖縄テレビさんの方で中継も入ると午後六時半からでしたね。そう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 楽しみですね。これは見逃せないですね。見逃せない。じゃあですねラジオ聞いて皆さんミュージックタウン音市場三階でパブリックビューイングで大きな画面でね。 映像を見てはどうでしょうか、はい、本当ですねはい、はい、ぜひ沖縄市の明治クターン音市場の方でパブリックビューがされるということなので、うん、大きな画面で見るのとまたね迫力が違うでしょうからねまあ千名をね個数集客誇ると思うんですけど音、うん、市場も、はい、今日多分いろんなところからもうギュウギュウになるぐらい入ると思うんですよね,<ー>ねえ入場無料ですからね あ、そうですか。はい、ああ、それいいですね。またね。で、また会場は吉本沖縄のピーチキャッスルとウリズン桜の皆さんが担当するということなので、うんうん、いやあ、もうこれ楽しみにしてる皆さんをね、ぜひあの大きなスクリーンの前で応援もしてみてはいかがでしょうか。うんはい、さあ、今日の番組のテーマなんですけれども、じゃあヤラエミさんの方から発表をお願いします。はい、えー。今日嬉しかったことでお願いします。はい。皆さんのメッセージお待ちしております。デイジピンポイントだね。 うん今日です。最近とかじゃなくて、今日,今日うもう、もうね、昨日とかでもなくて、<う>皆さん一つ一つの幸せというか嬉しさをかみしめてますかっていうことをちょっと聞き <laughs> 聞きたいなと思って。幸せを見つけてますか。見つけてますかっていう。なるほどね。これ <laughs> 携帯見ていい。 あ、な、何ですか？あったかな。携帯じゃにメモってるんですかいつも？いいこと？いやなんかこうつぶやきとかさ自分の、なるほどね。ええ、Facebook アップとか、写真とか、ツイッターとか。そういうの見ないとね、思い出せないですよね。あでも確かにね、なかなかちょっと普段のこと思い出せなかったりするんです。今日なので、今日の今日なので、それはさすがに覚えてるじゃないですか？いいことあったでしょ今日。今日あったんですなんですか？大掃除もしてすっきりはしたんですけど、その後に作った昼ご飯がまた鍋ら の味噌損にだったんですけど、うほうほうめっちゃ美味しくできたっていう。うそれがもう嬉しかったですね。え、<laughs> <laughs> それ、誰かに分け与えたの?。もちろんです。この喜びは。もちろんですよ。だからす、もう、あのね、あの食べた方の。 反応が相当良かったから、はあ,あよしみたいな,なるほど <laughs> 結構厳しいんですよなんか全部おいしいおいしいとかって食べるっていうよりもはあ、はあ、結構もうなんか吟味して、うん、あこれは何使ってかもう結構こだわりがあるもう食べな瞬でにあ 美味しい、めっちゃ美味しいみたいな感じだったので、それはちょっと嬉しかったですね。ええ<ー>。はい。まあ、その方がね、あの、まあ、奥さんの料理の向上においては、<あ>いいんじゃないですか 確かにねでも何でもおいしいって言ってくれる人の方がまあねもちろんいいかもしれないですけど、うん、確かにその方がステップアッププアでできるかもしれないですねよくあのテレビとかでさ、はいあのー、何でもおいしく「おいしいおいしい」って旦那が言ってくれるとかってし見るんですけど <laughs> 本当かそれが優しさかどうなのかなって思いますよねっまはっきりね、うん、あもうちょっとこんなした方がいいんじゃないのとか、うん、それ言ってくれた方が確かにいいかもしれないです。うん き今日一日はハッピーですよハッピーですよナーベーラーがちょっと柔らかくなったのでそれがもう自分の中でよしって感じですねすごいですねいかにあれば水分をナーベーラーから出してちょっと柔らかくするかっていうのがコツなんだなっていうことを学びましたねうわちょっと料理の話もきそうですねあなたねいやいやいやナーベーラーの出しが出るっていうね素材を生かすってことかそうそうですだから水とかを一切加えずにナーベーラーからの出汁ですよね 水分いや今後ね、はい、あの料理もちょっと攻めてみたらああいいかもしれないですね本当、うん、料理攻めてみようかな、うん、だかこの水分の話でめっちゃ今「おっ!」と思ったからね「ーナーベーラーの汁だけで」っていう「おー なんか想像できました <laughs> <laughs> いろいろ情景浮かびました <laughs> 美味しそうだなってちょっとね、思いましたね、はい、なんか沖縄料理をちょっと攻めていきたいなっていうのがこれからあるので<う>、うん、どんどんね沖縄料理で挑戦していきたいなと思いますはいじゃあまた報告もよろしくお願いします、はい、森さんは<え>今日嬉しかったこと後で言おうかなあ、OK ですじゃ思い出したら <laughs> <laughs> いや本当にさ、はい、何があったかなって考えてる自分がいるからねマジで でも、ちょっとしたことでもよしって思うこと,とかでちょいちょいあるんじゃないですか。そこなんですよね。そこなんですよ。さあ、この後のコーナーです。はい、その、いいことをね、紹介していく、そんな時間でございます。はい、メッセージの時間です。はい さあ今日のメッセージのコーナーですが今日は琉球新報の長官、えー、25面市町村面なんですけれども、はい、ベトナムにラケットを見出し、えー、ベトトナムにラケットをという見出しで紹介されています。はい、沖縄市の五役出身で山口大学体育バトミントン部に所属する近所朝日さんが障害のあるベトナムの子どもたちにバトミントンラケットを贈るための資金を集めています。 ベト,ナベトナムに関心を持ったきっかけは沖縄市のサッカー場から掘り出されたドラム缶からベトナムで使われた枯れ葉剤と同じ成分が発見されたことでしたベトナムでは枯れ葉剤の影響で3世代にわたり被害が及んでいる自分にできることをやりたいと決意をにじませました金城さんは小座高校時代にインターハイに毎年出場した実力者7月にベトナムの障害者向けに バドミントンを普及させようと部内で事前団体パラバド山田を立ち上げ自身が代表に就任しました来年の9月からハノイの障害者スポーツクラブでの指導を目的に留学を渡しその際に現地へラケットを寄贈する予定です金城さんによるとベトナムの平均月収は2万5千円ほど日本製ラケットは高額で容易に購入はできないということです え寄付集めに向けては12月に山口県内でもチャリティー大会を開きます日本障害者バトミントン連盟も活動に賛同しバドミントンのシャトルを金城さんの留学に合わせて現地に寄贈するということですえ誰でも同じように楽しめるのがスポーツの魅力だと笑顔を見せている金城さん障害,者バトミ障害者バトミントンは2020年の東京パラリンピックから正式種目になることにも触れ 障害者の人たちの選択肢を増やしたい。ぜひ沖縄の方たちにも協力してほしいと呼びかけます。うん、枯れ葉剤や土壌汚染に対する関心を持ってほしいとも願っています。問い合わせは Facebook、Twitter のアカウント、パラバド山大ゆうちょ銀行の振り込み口座の名義は金城朝日さんとなっております。はい、ということで。 えー、山口大学バドミントン部に所属,、はい、所属している沖縄市五重出身の<ー>、えー、金城さん、はい、いいことしてますね,ですね、まあ。この言えばね、沖縄市の一つの、はい、まあ問題として、はいえー、ドラム缶の問題もありますけれども沖縄市と出身の、ねうんえー、方が、まあ、こういう形で、うんえー、何か起こそうとしてて。 でまたそれをね国特にこうつなぎようとしているということですね。ね本当ですね。うん、ベトナムに、うん、はい。でまたこう2020年の東京パラリンピックのね正式種目になるという、うん、そういったこともね含んでいるということですね。ね本当にねそういう日本製のね、うん、あのバトミントンラケットが ななかなかね手に入りにくいっていうところの中でう、うん、こういう取り組みというかあのもらいただいた、ね、選手の皆さんとかは本当励みになって、うん、さらにねなんかもう意気込みというか意欲が増しそうですよ、ね、そううでですすよよねね、うん、またこれ多分2020年になった時に、はい、まあベトナム代表の方がねうん、うん、その日本製のラケットとか、まあ、そういうふうにあの時のきっかけで<ー>えやってるんですとかっていうエピソードがね 聞こえるかもしれませんからね,そ,うですねそれ相当大きな架け橋ですよね本当にね、うんえー、今日の琉球新報の市町村面に大きく紹介されておりますので、はい、こちらもね見てみてくださいメッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました さあメールも紹介していきましょう、はい、ラジオネーム B の会さんから頂きましたはいさ、はいモーリーあゆみさん B の会っすはい、はい、タイ朝の早さは負けてないかもメインの仕事は8時出勤だけどおよそ3ヶ月前から朝5時半出勤のバイトを週5で入っているから5時起きですねーーもちろんずる休みもしないし遅刻も一切しないだけどさお家でゴロゴロしていたら「おい怠け者」 何か家事手伝えって言われるわけさ。<laughs> えー、先歩譲っても怠け者ではないと思うんだがな。誰か僕に頑張ってねって一言ちょうだいさ。それだけで頑張れるんだけどね。じゃあまたね。 ラジオ、ね、B の会さんいやすごいですね、メインの仕事もやりながら、5時起きで5時半の仕事も週5回でやっている、<laughs> すごいないやもうじあれなんでしょうね、家でじっとしていられないというか、うん、もう働きたいって感じなんでしょうね、うん、それだったらい,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 いいですけどねすごい頭が下がりますけれども、本当に、なんか体にはお気をつけて頑張ってくださいって言いたいですけどもね、ちょっとゴロゴロしてたら、奥さんに言われるわけ <laughs> おい怠け者 <laughs> <laughs> 怠け者って <laughs> うん相当厳しいな朝ねいえ,えばメインの仕事もあるんでしょ8時、ねはい、本当ですよからねってことですけどいやお疲れ様ですってことはさ多分全然寝てないんちゃう本当ですよね、うん、寝る時間がねなかなか寝れてるかな大丈夫ですかねまだから今日とかる、うん、月曜日の経路の日とかっていうのは休みだったんかな だといいですけど、ね、でも週5回働いてらっしゃるということなので、うん、お疲れ様ですいや,やっぱり、ね、あの休む時休む働く働くということだと思いますけど、うんうん、ただこう、朝の,、ね、この5時に起きて5時半に出てっていうのはちょっとね、うん、まあでも、新聞配達の方々もそうですけど、はい、あの肉体労働されている方も、ねうん、朝早いですからね。 思えば、あのー、まだ夜中じゃないのって思うような暗さの中にね,ね出勤をして、うんえー、バス乗り合わせでとか、はい、行くじゃないですか、はい、今から俺帰るんだけどなと思いながら、ね、仕事してる人もいますからね。 いや朝早い仕事って結構きついですよね。でもあななたは得意そうじゃないですかいや朝早い仕事ってなかなかやっぱり女性の場合はほら結構時間が準備でかかったりするので、うん、それの前倒しってなるともうすごいね、うん、起きる時間とかも早いじゃないですか朝からあなたの場合はもう侍みたいにテキパけしてそうですよね。<laughs> シャキンシャキンシャキンってっいやもうそんなに殺気だってますかえ殺気だってる侍ではなくて佐々木小次郎のような佐々木小次郎自然体な感じ本当ですかバガボンド情報ですけどねバガボンドの佐々木小次郎風な感じですイメージはちょっとよくわかんないですね今度ちょっと具体的に教えてだいてななさそうイメーああなるほどうん なんかこうまず起きたらゆっくり熱いコーヒーを飲んでほっとして新聞読むみたいななるほどそういう優雅にね行きたいですね朝ね俺朝無理だな朝5時に起きてからさ5時半出勤とかって多分この先も無理でしょうね無理これまでに早い仕事とかって結構あったりしたんじゃないですか一度だけありました一度だけです 映画、泣くもんかっていう映画があって、はいはい、安倍佐藤さんとか、瑛太、はいはい、さんとか、竹内優子さんとか、はい、いろんな方が出ている映画がありまして、はい、でその映画が、うん、沖縄がラストシーンだったんですよ。うん、読谷だったんですけど、どではい、でそれで、えー、エキストラプラス、 スタッフで、はいえー、3週間4週間ぐらい関わってる時期がありましてえー、じゃあもう毎朝早くてだからもうそれこそ本当に5時半には「読みたん」についてて、はい、うわでそれから、まあ、スタッフの仕事をしながらエキストラもやりつつ、はい、でそれが終わると夕方の放送やってでそのまんまその後、えー、ラジオがあったらラジオみたいなうわっていうのを3週間、ね、4週間やってる時期があったんですけど、はい もうその時期さ、目の下にクマが、本当にプロ野球選手がさ、あの日差しをちょっと和らげるために、目の下に黒いの塗るさ、あんな封じ入れるから、本当に、そんなにくっきり、久しぶりにはお友達がびっくりしてた、そんなにですか、本当に、すごいですね、あの時は本当痩せてたね、今よりもさらに痩せて、プラス目の下に黒いのがあったの。 ちょっとそれね、なんか痛々しいですよね、周りから見ていてというはね、ちょっとね、やっぱり無理はいかんなと思いましたね。うん、なるほどね、うん。だからね、紅会さんもね、はいえー、週5のアルバイトということですけれども、体が資本ですからね、本当ですよ、お体には気をつけてね、本当にね、はい、頑張ってください。さあ、ケーシータ・タカビさんからいただきました、う、はいえー、嬉しいと書けまして、YouTube の広告と解きます、その心はスキップしたくなる。 おなるほど<ー>うまいうまいなうまい, <laughs> いつ聞いてもうまいななるほど確かにスキップしちゃいますねよく考えられると思わない思う謎かけ,とか、ね、謎かけの人思いますすごいよねうん俺さこれ言われても2回ぐらい聞かないと理解できない人だけ。 そうなんですかじゃあ今の理解できました今の理解できたずっと見てるからなるほど。でも確かに今のわかりやすかったですねこれさ考える人も考える人で頭の仕組みがすごいですよね本当にあのすごいと思います何かやり方があるらしいんですけど頭が柔らかいんでしょうね脳が柔らかいのかだっていろんなことの共通点を見出せるってことだから柔らかいんじゃないですかちょっとね今日の番組内で僕らも何か謎がけを出したいものですね本当ですか絶対 <laughs> やらないですよね <laughs>。いやいや、一つぐらいはね、生み出しましょうよ。うん、本当ですか。<う>はい。何かね,ね。謎かけね。<う>なんだろう。じゃあ、ビーリーグとかけまして。いや、今ですか。今は無理。<laughs> まあ、無理頭固いのに。<laughs> <laughs> じゃあ、ちょっとね、ならしていってっていうことで。<laughs> あ、じゃあ、あのー、ビーリーグとかけましては、一緒にしましょうか。あ、しますか。はい。うん。 まあここでね、ケイシーさんがまた送るんでしょうけれども。はい、よろしくお願いします。はい。えー、なんか見本みたいのがあると、やりやすいですからね。えー、あ,あ、同じ。ますかね、同じテーマで。あ,あ、テイストをね。うん、あ,あそうですね。はい、はい。ええー、テント頑張ろう会さんからもいただきました。t ィービースターにシフトチェンジしつつあるモーリー先輩。モーリー先生。はい、天下のやらみさん、こんにちは。こんにちは、えー。今夜の B リーグ開幕戦。 地上波でも放送あるから楽しみだね、本当ですねその前にホークスの試合が気になるけどリードされてるやしいということで、いただきまやね、本当楽しみですね、いろいろとね。セ・リーグはね、セ・リーグでは早ばと広島の25年ぶりの優勝決まりましたけど、パ・リーグはまたソフトバンクと日アムがめっちゃ混戦ですからね、今現在試合をやっているということですね、後ほどまた速報もお送りしていきたいと思います。 写楽峰介さんからもいただきました、えー、こんにちは、えー、メインの仕事以外に朝5時起きの5時半から週5で働いている頭が下がります、見習いたいくらいです、何か秘訣を教えてほしいくらいですと、いいたただきましたはい、ねえ本当に朝早い人の秘訣って教えてほしいですよね、ううんなんなだろうもう本当に早く寝るってことなんですかね。早く寝るうん まあとでもやっぱり一番明確になってるのは目的があるからでしょう,もう要はあなるほどだから頑張れるっていう逆にあれなのかな朝早すぎるって感じる時間帯の方が遅刻ってしないのかな、はい、あ遅刻は確かになかなかしないさそうしかもほらあんまり渋滞する時間とかでもないじゃないですかなのでね逆に結構早い,方がういうことね。 遅刻とかしなさそうですよね。<ー>うん、しかもそのあまりにも早早いともう遅刻というか寝坊が怖くて、うん、なもうなんていうか熟睡できなさそうじゃないですか。確かにね。うん、なんかこう朝のことは気になってからね。そう。うん、これがたまにだったらいいですけどね。うん、週五とかだと本当お疲れ様ですって感じですけどね。いやもうビーノカさんね本当にもう、はい。 リスナーの皆さんからね、はいえー、もう、継福に値するようなコメントをいただいてますからね。はい、おしかもですね、早速、はい、ケイシー・高飛車さんから、はい、謎かけが届きましたよ、ツイキャスの方に。すごい早いですね。じゃあ、行きますか、はい、B リーグとかけまして、冬物と解きます、うん、その心は、熱いコートがあります。すごい参、ま、った <laughs> 参りました。一 <laughs> 回でわかりました。これはわかった。さすがに。冬物とこの暑いと暑いコートがあるっていうのがね、すごいな。コートなんだ。リンビングリンあれはコートって言うんですか？B リーグのコートバスケはコートコートコート,コートかコートコートですね。うん、一曲流してる間にね、お互い考えましょうね。そうですね。はい。B リーグと。 その「心とは」の後を考えますから、はい、まずは1曲聴いていただいて、はいえー、じゃあ2人の謎かけを発表していきたいと思います。今日の番組のテーマは「今日いいことがあった」この話をね送ってください。お待ちしています。 さあお届けした曲は「シェネルのナンバー」で「上を向いて歩こう」をお送りしましたさあ今日の番組のテーマは「今日一日あったいいこと」はいえー、あこれちょっといい出来事だったなとかね、うんえー、まあいや何もなかったよっていう方でもですねその中でもいいことを探して、えー、メッセージを送っていただきたいということでございます、はいえー、さあできましたか謎かけの 多分謎かけになってないんですけど、うん、全然思い浮かばなかったので、はい、もうこれにします <laughs> えこれ誰から先がいいですか多分私の方が先の方がいい気がしますああそうはいあそうですか全然できてないんでじゃあいいですかじゃですねあの僕とあなたのその謎かけの精度が高いかどうかっていうのはリスナーさんにちょっと委ねたいなと思います <laughs> 僕らで判断してもねここは聞いてますか <laughs> 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 あの柔らかくいきましょうね。柔らかくね。かカチカチになってたらね。もうあでカチコチなんですよね。はいはいはい。あのスタジオの外に全然思いケイシーと言いますから。はい、ケイシーさんもね一応こう観客ということで <laughs> お願いします。ケーシーさんにじゃ判断してもらえますかね。<laughs> はいじゃあなたから。あ僕から。あじゃあ私が行きますか。あじゃあどうぞどうぞ。 えー、これ全然多分合ってないなまあいいやもうとりあえずいきますいきますよ、えー、B リーグとかけましてモーリーさんと解きますその心はみんな180センチ以上でしょう <laughs> ちょっと待ってこの後のコーナーでミーク言いますけどミークに感想聞いてみようど,どうでしたどうでした意味わかった <laughs> うん <laughs> <laughs> だよな <laughs> なんか、はぁ <laughs> 田臥選手は100以上じゃないでしょう、たぶん。ですよね。<ー>そうなんですよ。これは勝ったな。これちょっとね。これは俺勝っ,てっすもう事実、事実的にもちょっと間違いっていうね。これはちょっと俺勝ったかもよ。<laughs> はい、いいですかじゃあ。いいですかはい。いきますよ。B リーグとかけまして、夏に気をつけることと解きます。その心は、 熱中しよう。<laughs> ああ、なるほどね。恥ずかしいもんですね。これね。<laughs> 恥ずかしさでいっぱいだな。今、みくさん、どうですか。言い方が。<laughs> <laughs> 確かに。熱中し。ね、<laughs> 熱中しようの時のドヤ顔、すごかったですよね。一応、一応、ひと、もう一つね、<は>一応できたんですよ。はい,は,いはい、はい。それも、ちょっと、なかなか、まずいんですけど。はい,は,いはい、はい、えー、はい。ビーリーグとかけまして。山登りと解きます。 その心は山あり谷ありでしょう。<laughs> <laughs> そのまま <laughs> 謎かけそのものの概念を覆してますね。多分今この瞬間。<laughs> そうそうそう。まあまあだからもう謎かけがいかに難しいってことがわかりましたね。難しいな。うん、まあ勝敗云々はですね。はい、あのー、まあほぼ僅差だと思いますけれども、ね、<laughs> 僕らの場合は。あのチャラい AKB ファンさんから謎かけ来てますよ。はいはいはい。 いいですかはい広島カープとかけまして AKB48 と届きますその心は前永センターの時期がありましたああ<ー>うまいですねな,なるほどなるほどすごいですね皆さん集中されてますねすごいねー、うん、いやーちょっとね難しかったな難しかったなまあ外にねあの、はい、ケーシーさんいらっしゃいますけれどもまたね思いついたら1つ お手本をね送ってもらえたら嬉しいなと思います,、はい、いますさあ4時41分になりましたミイク来てますのでこのコーナー行きましょうじゃあミイクタイトルコールお願いしますすっぴん <laughs> 今日エコ多めですねはい、今日エエコ多めで行きました <laughs> さあ謎かけからのすっぴんのコーナーですけれども、はいえー、今週の音楽はどんな音楽ですかはい、今週はですね ヤラミさん、今日は何月何日ですか？今日はですね、九月二十二日です。ですよね。はい。今日は H.Y. の日です。ええ、そうなんですか？はい。あのインディーズの C.D. を初めて発売した日へっていうことで、そうなんですね。はい。H.Y. が大切にしている九月二十二日という日付です。ええ、ななんで今日とかっていうのあるんですか？えっとですね、そのデパート、デパートっていう。 アルバムを初めて HY が作ったんですけど、はい、それが、えー、全国に発売されたのは4月1日なんですよ、うん、だけどその自分たちでインディーズとして沖縄で出したのが2月22日だったんですあうん、うん、9月22日だったんですよ、うんうん、なのでこの日付をこう結成日という形にしていて、うん、こう HY が音楽の道に進んだ日っていうことで毎日この日は。 HY のっっててなますなるほあ今でこそねその美浜の観覧車の下っていうのをねアーティストがそこでライブをやるとまたメジャーへのね階段になるみたいなそんな位置づけですけれどもその言えば HY も D51 なんかも言えば売れる前にその観覧車の下でやっててそれでたまたま買い物行ったら人だかりができてめっちゃあの。 メローナっていうか耳に届くような音楽を、ねはい、奏でていたので、まあ、それからもあっという間にもう何年もね経過していると思いますけども,、はい、もうみんな知っているアーティストうあれですかストリートライブ見たことありますか偶然とかあありりままますます<ー>宮まで あ私も白石さん見かけてたかもしれないってことですよねで、うん、もう人だかりすごかったですから本当ですか、うん、その頃からだからやっぱりそのストリートライブにもすごい最初は知り合いしかいなかったりとかたまに犬がいたりとか <laughs> う <laughs> もう全然なんか人が足を止めてくれなかったりっていう悔しい経験もあってできた曲とかもいっぱいあるんですけど、うん、なんかストリートストーリーっていう曲はすごいその うんとストリートライブのこう何て言うんだろうな曲になってるんですよだから改めて歌詞を見てみるとすごい面白かったりもするので、はい、おすすめですね、うん、そしたら <laughs>、はい、なので HY の日ということでとりあえず HY のことを考えてもらおうと思い、はい、自ら発信をすることは今日はあまりしないでおこうと思いまして。うん お二人に H.I. の好きな曲とかを聞きたいなって思うけど、いっぱいありますよ。はい。でもやはりね、一番というかもう好きな曲 A.M. 十一時ですかね。人気ですね。確かに。うん。僕ですか？はい。ホワイトビーチ。ああ、もうホワイトビーチね。あと時を超え。うん、いいですね。ホワイトビーチはあのなんていうんだろう曲を作っている間に。 買い出しに行ってる間にイーズーさんとヒーレーさんっていうボーカルの二人がその買い出しに行ってる時間で一曲作った曲なんですよ。<ー>そのその本当に短時間で、はい。で初めてこうその曲オリジナル曲<ー>あ違うかオリジナル曲は。 しゅんさんが「旅立ち」っていうのを作ったんですけど共同で作って初めてできたのがその「ホワイトビーチ」っていう曲だったりとか「うん、で時を超え」は私も HY を好きになったきっかけの曲なんですよ。<ー>うん、なんかそれまではこう失恋ソングっていうイメージがすごい強くって、うんうん、元からバラードを私はあんまり聴かなかったので、うん、こう知ってはいたけど聴いてはなかったんですよ。うんうん、なんですけど こうその時高校生で隣のクラ席の,、うん、の,の,の子がその子も沖縄が好きで、うん、で私はその時オレンジレンジが好きだったんですね。うんはい、で友達同士でこの曲にはこんな内チナー口が入っているとこうプレゼンし合ったわけでウチ<ー> <laughs> なぐ口入ってるか。ああはいあ<っ>なんで この曲はこれが入ってるよみたいのを言い合ってて、えー、で聞かされたのが東京越えだったんんでですよんでなんかそこで初めて東やけなのあ違う HY っていう由来は「東やけな」から来ててその頭文字を取ってるって聞いて地元愛も強いなんてみたいな感じで一気に好きになった。 あんまりこのその2つの曲だったりとかに「オレンジレンジ」と「HY」の中に内な口が入ってるとかっていうのあんまり注目して聞いたことないかもだから逆にね県外の人の視点というかだからこそ分かったかもしれないですよね。確かにそうですねだから多分メンバーさんもあんまり普段は入れないから入れた時には教えてくれるんですよ「ここにはこういうのが入ってるけどこういう意味だよ」っていうのを私たちはめっちゃメモるっていう。 んな感じでしたまたこれうちのんちとね県外の方の聞き方って全然違いますねそういう意味でもねさあメールも来てます青野軍団さんはい「今日は HY の日だわけ?」「HY はやけなの人さやけなに友達がいるんだけどボーカルのヒーデーのお兄ちゃんが友達の友達で一回俺なんかソフトの助っ人で来たことあるよ沖縄あるある自慢ということで」ああ多いですね ヒーデの兄ちゃんが友達の友達。友達他人ってことですすねね <laughs> 結構遠いです、ね、いでも、あのー、距離感的には近いって<な>解釈するんじゃないですか。と、ねはいうこ、ん、とそ,、ねうんえー、そ,そうですね。ではですね、うん、2016年の HY をちょっと紹介したいと思います。うんはい、実は今の HY さんは私から見て、はいうん、そこまで楽しそうではないんですはい えーとですね、数年前から人を失ってしまった経験をすごく伝えていて例えば皆さんが知ってる想像できるのが海外で後藤さんというジャーナリストさんが人質になってしまってとっていう事件があったと思うんですけどその方とも HY の皆さんは交流があって。そそうなんですか、はい、で,それですすれごい こうひどく心痛めて、ず、うん、ズさんが「愛し合って許し合って」という曲を作ったりだとか、うん、例えば「9.11」の事件で友人が亡くなってしまって「はい、涙」っていう曲が作られたりとか、うん、そういう体験も曲にしているんですけどもうここ数年そういうのが多いみたいで、うんあのー、ファンとして聞いていると、うん、何て言うんだろう こう今自分たちを好きでいてくれてるファンに向けて作る曲が増えてきてしまったなって最近は思うんですよ。それはすごい嬉しいんですけどだけど実はちょっと苦しかったりもしてなんかこう離れていかないでって言われてるみたいでちょっと苦しいなってこう聞いてて私は思ってしまったりとかするんですけど最近ビッグママさんとコラボをしまして。 でそこで何かすごい雰囲気が変わったなって思うんですよん、うん、なんかフレッシュな感じの曲ですよね、はいはい、元気になるようなう勢いいがとにかくすごいですごでよねなのでそのツアーも10月1日に「ミュージックタウンであるんですけど、うんうん、それがですねそのビッグママさんとこう関わり合ってからすごい変わったというのが思ったりとかで今「えっと今。 オリオンビールさんの CM で新曲の「僕空」っていう曲が流れてるんですけれども、はい、その曲が何ていうかとってもこう未来に向けて飛び立つというか空に向かってみたいなあの空みたいにみたいな感じの歌詞ですごいあの HY の私が好きなすごい今の自分が嫌でもめっちゃ頑張ってやるぞみたいな。 の気持ちがすごい詰まってるなって思うんですよ、うん、なので今日はですねその最新の HY の姿これからですねきっともっとずっとすごくなっていくと思うんですよ、うん、そのために今ちょっと休んでた期間だと思うんですけどちょっと休んで体調不良で休んでた悠平さんも戻ってきまして、うんうん、5人になったので、うんうん、もっともっと <laughs> 楽しく音楽をやってほしいなと。 思います。ああ<ー>、はい、もうなんかあれだね。はい、ファンとしての代表の声のような感じがしましたね。いやこんなにね、うん、もうずっと見てるからこそのわかるもうね今の H.Y. のあり方というか。 ねえだから改めてあそうだったんだってなんか思わされて、うん、ねえもう勉強になりますよね、はい、はいそういうの言える立場ではないんですけどやっぱりこう言,うた言う場所があるならこういうこと言いたいなとでも本当ねファン代表みたいな形でみんな思ってる、ねうん、ことだったりすると思うのでじゃあ曲紹介をお願いいたします、はい、それではですね HY さんの新曲で「僕ぞら」です聴いてください。 今日の担当はミクでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 さあ木曜日今日の番組のテーマは今日嬉しかったことというテーマでお届けしておりますはい。メールも来てますかはいツイキャスがですね、はい、先ほどの謎かけの,、うん、あの話からいっぱい謎かけが届いておりまして、うんえー、ケーシー高飛車さんからですね二、えー、つ届いてますね、うん、B リーグとかけまして、うん、熱気球と解きます、うんはい、その心は期待は熱く膨らみますそうそうですね <laughs> <laughs> 誰もが納得すね謎かけですね,ですね。こういうもんなんですね、謎かけっていうのはね。<ー>で、天童さんから、チャラミーの謎かけは、かけてもないし、解いてもないという斬新さ、<laughs> <laughs> まあ、絶対、天童さんが突っ込まれるかなと思ってたんですけども、いや、そりゃそうでしょ。で、あとケイシーさん、秋とかけまして、カープ25年ぶりの優勝と解きます。うん、その心は 悲願ですお悲願の悲願と悲願をかけているっていうねすごいね本当ですねどんどん出てきますねこれ引き出しの多さでしょうね多分ねそうなんですよでテントーさんからも来てるんですよ B リーグとかけましてやり慣れてる仕事と解きますその心は慎重さも重要ですおお ケイシーさんお上手ということでいただきました<え>、はい、あのテントーさんちょっと私のからヒント得てませんこれえ？慎重さも重要ですあ,あ、パクった疑惑ちょっとなんか参考にした感じしません <laughs> してないと思いますよしてないかしてないと思いますよこれはまま <laughs> <laughs> まあまあ、まあ、えー。謎かけに関するいろんなメールも来てますけれどもこの後5時台にお送りしたいと思います、はい、アジクルターラジオこの放送は お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、株式会社、ティーダカンカン不動産の提供でお送りしました。 Thank you さあ時刻は夕方5時を回りました毎週木曜日のこの時間はラジオで割った自治会のコーナーです沖縄市は37自治会ありまして各自治会長さんに毎週ゲストでお越しいただいておりますさあ柳美さん今週はどの自治会ですか、はい、今日はですね合わせ自治会からですね、はい、会長の渡嘉敷直也さんですよろしくお願いしますこんにちははいよろしくお願いします,ししますさあちょっとマイク遠いかな はいすいませんよろしくお願いいたしますさあということで早速スタジオの中にはですね2016の東部祭りのポスターが、はいえー、今飾られましたあこれですね、はいえー、花火打ち上げは30日ということで、はいえー、10月の29そして30日の2日間沖縄県総合運動公園の方で、えー、2016年東部祭りが開催されるということですねなんかこう 東部って言ったらね、うん、あ、あの辺かなって大体はわかると思いますけれども。そうですね,ねえ、じゃあ、今日はその東部のお話を、渡嘉敷さんにしていただきたいと思います。うん、さあ、渡嘉敷さん、今日はまた、あの祝日ということもありましたけれども。はい、もう、お休みの中、お越しいただきました。はい、ありがとうございます。はいはい、本当にありがとうございます。 まず合わせという地域なんですけれども先ほど打ち合わせの時に合わせは合わせと言ってもたくさんあるんだよという話がありましたが渡嘉敷さんの合わせ自治会はどんなところですか合わせ自治会というのは本元と言ったらいいのかな昔からの合わせ地名ですね皆さん方よく知っているビジュルいう一番有名なビジュルがあるとこあそこせです。それ以外に合合わわせせ第一 第第合合わせ第三合わせせとありますこれは各自治会がありますけども、はいえー、この自治会のために、えー、よくこの辺から来たら合わせ何くねえとかよく聞こえるわけよ。で合わせは合わせですと言うんだけども、うんうん、そのでき地名が3つもあることがですね、うん、ちょっとあのこれは、えー、この対戦戦争の、ね、絡みがあるんですね。うんうん、で合わせは、えー、沖縄始まった時米軍は 風の読み方面に上陸してその3日後には合わせて東海岸まで到達したそうです、うん、その際に、えー、村はみんな焼き払われて、えー、住民はみんな強制収容に収容されたという歴史的あれが持ってます、うん、で落ち着いてからその大われた村で人たちがみんな力を合わせて村に作ろうということで始めていったのが今の美東小学校の近辺あそこはもともと東原という地名なんですね、うんうん、でそこの一角を その村から借りまして、うん、そこに村を作ったというのが第一青わせ次会、うん、でそこに入れなかった人たちが古、えー、者の土地を借りて地先を借りて村を作ったこれがそれでもなおかつその出身のあ出身の方々はみんなにはその土地が当たらなかったということで、えー、昭和36年からスタートしますけど今スト工業のあたり。 向こうを埋め立,立てしていってそれを住民の方々に配ったと譲ったとこれが第三合わせですね、うん、でそういう歴史的経緯を持ってまして、うん、で面白いことに僕らもそうですけどもよく下の方から来てここで亡くなっちゃって酒飲むと帰りはタクシー拾うんですね、うん、で運転手が聞くんですよ。お客さんど,こどちららまでですかって言ったら だい決まってのが合わせまででとうんすこには東部には11時間ありますけどもほとんどの方が合わせとて言いますタクシー運転手は宝のとこ下りていってそれから合わせの前へとがと聞くわけあそこまで行ったら大田塔ですトーパルです開放ですという言い方するんだけどもだからあそこ全体を含めて合わせと言い方しそれから考えた5つの合わせがあるというふうな混乱です。 だからあの僕も沖縄出身、うん、柳美さんも沖縄出身ですけれども、小さい頃どこで住んでましたかって聞かれたら、合わせとかさ、うん、パって行っちゃうんですけど、行っちゃいますよね,、うん、ね大体もあの辺で広い地域のことを指すイメージではありますけれども、うんはい、そういう老いたちがあったんですね、はい、で今、東部地区には11時会あります、牛のハってるポスターですね、東部自治会。 連合会要するに会連絡会というのがあってその11次会の皆さんが力を押してやって祭るのがここまで細かく分かれてたんだなというのはちょっとびっくりですよねそうだね。うん まあのーまあ、僕の同級生なんかもさ、はい、合わせ第3の青年会だったりとかしてて活動もやってたんですけれどもうん、うん、いろいろこの親戚とかおばさんなんかも、はい、その合わせに住んでる方が多いんですよ。なるほどで昔話をたくさん聞いてると、うんうん、昔あの合わせにやっぱり那覇の人とか、はい、都会のああ沖縄市の合わせに行こうということで、うん、結構いらっしゃる方もたくさんいましたよって聞いたんですよ。 はいあのー、歴史から見るとこれ美術にもその歴史が載ってますけども、うんはい、合わせは、まあ、戦前は塩、えー、の町、うん、主な基幹産業は塩ですよね。はいはい、で海岸に近くて、あのー、海水かぶるもんだから田、うんぼができない。うん、ということは塩しかしてくないということで塩、うんうん、の町なんですけどもそういったところにいろんな方々が、えー 進んできたというのは、うん、で戦前は三千三千名ぐらいの人口有していたといいますから何、うん、にすぐ大きな町だったと思います。このねビジュールも今はもう,う参拝客もたくさんいらっしゃるんでしょうね。はい、そ,うねそうですね。年末年始の初詣の時の約三万から四万近くですね。んそんなに。はい。聞いてみたら。 遠くは一応宜野座とか、女とか、伊都万から来る大きさもいらっしゃいます。まあ、それ以外にも、あの、家ってて、美汁は、その、子育ての、子育ての神様だというあるんで。それで本土の方とかですね、あの、家ま見てたら、結構、その、あるんですよ。神奈川県とかですね、山形県とかですね、びっくりします。まあ、この放送を聞いてる方もね、あの、合わせの方も、もしかするといらっしゃるかもしれません。からね まあこの合わせという地域はもう本当にこうたくさんのえ自治会でね成り立っているという話もありましたけれども、東武祭りが10月の29、30ということで、こちらのちょっとお知らせも、じゃあ、渡嘉敷さん、東武祭りというのは今年で13回目になります。はい、で各自治会、11自治会先に言いますよぎ百や高原、大田と、東うば第一、第二、第三、こにゃ、解放。 合わせというかで11の自治会がみんなで力を合わせてやってますけれども、うんうん、でそれ以外にも一応各年ではあるんですけど、港祭り、漁港と一緒にので、うん、港祭りもあります。うんうん、だから港祭り各年で、えー、やりますけど、去年今年とは一応県総でやることになっています。うんうん、まああの港祭りが一緒の時は、えー、漁港の境内を借りてハーリー大会とかですね、<う>それもやりますんででやかです。 ぜひ、また皆さん方も遊びに来てください、確か去年は会場から FM さん、実況中継してもらったんじゃないですか、ラジオ中継も、FM 講座もね、あそうなんですね、なるほど。じゃあまた今年も、その大きな打ち上げ、花火も見どころの一つとそうですね、これ、日曜日になりますけども、花火はもう、祭りの花ですから、最後の飾る花ですんでね。 また大勢の方々が楽しみにぜひいらしてください。さあ渡嘉敷さん渡嘉敷さん自身の活動もそうなんですけれどもあの沖縄市の合わせまあ合わせ小学校だったりとか尾藤、はい、小学校だったりとか、はい、いろんな小学校がありますよね。はい、でその中で渡嘉敷さんもあの畑のお仕事というか。<laughs> いや畑やったらいですよ <laughs> あれどっかから聞いたんですけど <laughs> 田んぼ田んぼ,田んぼだごめ、はい、んなさい田んぼだ、はい、田んぼでそのある小学校でずっとやられてるって話を聞いたんですよ、はい、あのこれ絵があってですね、うん、実は第一回田植え式の時は、えー、隣の矢田さんにですね、うん 田んぼに入ってもらったんですよ。そうそうそう。若い。あの NHK の時にあの第一回ってことで取材をさせていただいて、それで一緒にね田んぼの収穫体験をさせていただいたんですよ。食べてもらったんです。本当にあれは思い出深いですね。あれからもう六年ちょうど六年ですね。いやもうそんなになりますか。 残念ながら、その時にはですね畑を田んぼを作ったばっかりでその土地が全然痩せていて収穫できなかったんですそれともう一つはあれ確か10月末ぐらいやったんですね田植えしたのがで、そういうのもあって収穫できなくて残念だったんですけど3回目以降はですね結構順調とるようになりまして収穫した よくよく週ぐらいには市長と議長と局長に年号を差み入れてます。ね<ー>これは学校のクラスのせっかく代表の方々に一つ持ってもらって市長と議長と局長にあの届けることになってます。うん、まあ公例みたいな。そうです、ね、新聞とかにもね、はい、結構載ったりしてましたよね。あのー、まあ僕の世代の、うん。 まあ、お子さんが川瀬の小学校で,でちょうどその話をしてたんですよ、うんはい、あれ古徳橋さん前に言ってたラジオで言ってたような気がするなと思って <laughs> もうじゃあ6年になるわけですねだからこれはもう5年生の教科の中にこの学習があるんですね総合、うん、学習が、うんうん、その中の一つとしてこのタウエ体験をさせています<ー>、はい、なかなかできないですよねこれってね。 うんまあ、僕ももともと農家でもないし、うん、あのただ植物好きだったんですけどもね、うんうん、お家でこで花を休根を植えたり、種をまいたりしていたんですが、ま、か自分自身も田んぼやると思っていませんでしたからね、すごいですね、<laughs> 今じゃ本当にもうより大きくなって、どんな感じなの、美容豆腐みたいな感じになってまだまだ、これはあのボランティアで、僕らあの体験学者支援する会というのを有志けでて、7名で作ってるんですよ。はいうん その有志の方々と一緒になってやってますけども、えー、いかんせんこれも足りなくてですねでなかなかそこまで進まないんですけどただ今は、えー、田んぼの方はもう田んぼに実っていてう 稲が実ると一番無線色謝が増えるんです。うん、これスズメ。あ、はい、あなるほどね。だからそのためにまあネットをかけて、えーうん、養生してますけども、うん、来月の10日前後ぐらいに収穫の予定になってます。うん、あ、はい、あじゃあもうまさに今のこの時期ってことですね。じゃあもその収穫したものでまたねみんなでね、はい、あの収穫し終わったら5年生は、えー、体験学習の一環としてあの 石川少年の家、収穫体験があるんですよ。その時にこのお米を使ってみんなでカレー作りをやります。もういいですね。美味しいはずね。うん、もう格段に美味しいでしょうね。やっぱり自分たちで作ったものってなるとね。あのあとあと中学校になった時とかに小学校何したかなって振り返る時にさ、絶対この田植え体験とかその収穫してカレー食べたとかって思いで残りますからね。ね本当に。 確かにそういった意味ではあの今おっしゃるように子どもたちの思い出としてば小学校の思い出っていうのはねこういうことをやると鮮明に残ると思うんでですよで自分たちの場合は僕は、えー、美藤小学校から三津小学校に転校しそれから中学校が三郷で工業高校で卒業したんですけどもやっぱり中学校の小学校の時の思い出っていうのはやっぱりこういった出来事とか行とかですねやっぱりな 忘れないんですね。だからそういう意味では子供のためにはいいかなと思ってます。さあ、あの子供たちの話も出ましたけれども、その阿波せのまあ皆さん、はい、お子さんからお年寄りの方々までどんな方々ですか。ね、えっ、ー、と阿波せの町は今三千七百世帯で,、はい、で約九千人ぐらいの方々が暮らしています。うん、で、もう毎年に百名から二百名 ぐらいい増えていくと人口がうでそういった意味では、えー、出身地はあの別のところ北部とか南部からまた県外の方もいらっしゃるかもしれませんけどもうそういう方が,がたくさん来ておられますんでそういう方々が一応本当にこう。 地震のチームを送るというのかなそういった気持ちでできる町にしたいなと思ってそのために、えー、合わせ自治会では自主防災というのを作りまして、うん、でこれは自主防災というのは災害時のためのこう組織ではあるんですけどもでそれはその地域の方々のお互いのこう交流がないと成り立たないんです。 で災害になったらみんな立ち上っていくということが前提になりますんでん、でそれに向けて今一生目取り組んでいる最中です。はい、合わせのおじいちゃんおばあちゃんの元気さいかがですか。はい。でもこれはあの元気の方がいらっしゃいますけども、うん、残念ながら元気じゃない方もいたくさんいるでしょう。う <laughs> はい。ただあの年を取るとどうしてもあのいつも,でも原稿とも元気とはできませんし、うんうん、で昨日のテレビ見てたら。 えー、高齢者のオリンピックというんですか、ね、陸上競技やっていたんですけどあれ見てて99歳のおじいちゃんが6 0ーター走を全力しそうという話しまたねああいう方も前にいますけど私多くの方々はまた、あのー、老人ホームとかいろんな科学施設でお話にたい方いらっしゃいますう、まあ、そういう土地が本当にこの地域で、えー、最後まで自分らしく生きれる生きれる生活できる町を作るためにはどうすればいいかと、まあ、僕らも 絶えずそれを悩んでで取り組んでいますん、はい、でそのためには子どもたちがまず健康あの元気で走り回っていて、うん、お年寄りの方々が安心して自分の生まれた町も育てた町で最後まで、えー、人生を送れるような、うん、こんな町にしたいなと今日は取り組んでいます。さあ合わせの、ね、お話もたくさんありましたけれども、えーはい、じゃ最後にですね渡嘉敷さんから見て合わせのいいところ まあお店だったりとか人だったりとか、はい、あとここから見える景色がいいよとか、そういった情報ありますか、うん、え、合わせは、ね、多分これ、僕の個人的な考えではあるんですけれども、これから沖縄市全体を引っ張っていく地域になれるんじゃないかなと思ってます。うん、というのは、えーまあ、ここでもニュースをきたいと思いますけれども、去年、合わせの,あの中条湾には、来る線がえ入ってきました。うん、で話にによよるるとと情報によると 来年から週の定期便にしたいという<ー>規模があるそうです。でそれは、えー、地域の活性化、うん、またその動的に人間の交流も含めて、うん、いろんな形で発展するだろうと思うんですね。うん、で今、小合もそうですしこの、えー、事情もそうですけども、まあ、町自体がだいぶこう,こう硬着してる、まあ、人間でだいうと肩こりしてる。 で関節が悪いというような感じで街になっているような感じがするんですようん、うん、元気がないというのかなだけど合わせの方は今百軍地区の造成に住んでいて深くセーに住んでいて、うん、でこれから、えー、こういう海からの大きなあの流れが出てくるだろうと思うんすそのために合わせはこれからどんどん発展していくだろうと、うん、ただそれに向けてはただ合わせ自治会だけじゃなくてそのための、うん すなんですねうん、うん、これ向けてのこれは合わせ地区の11次会の方々、議事、うん、会長たちみんなで力をしてやってますんでみんなと結束しながら、うん、この合わせの町、それかは沖縄市全体、うん、沖縄市が元気になれば、うん、沖縄県の活性化を育ててきますし、うん、そういった意味で、えー、一つのまあ取り組みとして、うん、大きく発展していきたいなと思ってます。うん、はい、はい さあということでお話にもありました東武祭りが10月の29日30日の2日間沖縄県総合運動公園に開かれますので沖縄市の東部のお祭りですからねラストの花火までお楽しみいただきたいと思いますさあ今日お休みのところお越しいただきました合わせ自治会の方から徳橋木さんでしたありがとうございましたはいどうもありがとうございました ミスタービッ to be with you お送りしました。さあ、アジラジー生放送をお届けしております。はい、えー。先ほどのコーナーは、ラジオで割った自治会のコーナーということで、沖縄市の37自治会の各自治会の皆さんにね、はいえー、毎週登場していただきましたが、うんえー、今日は沖縄市の合わせ自治会の渡嘉敷さんにやってきていただきました。また合わせもね、広いですからね。ねえ<ー>。あのー、まあ、 第 3, まで、えー、3区までありますよという話もありましたし、うん、でまた来,し来月か東部で行われる東部祭りも11の自治会の皆さんで、うんえー、やるということを言ってましたからね。えー、なんか本当ね、こんなに広い、やっぱり改めてね、うん、合わせって大きいなと思いましたし、しかもこれからまた合わせ、いろいろ期待できそうですよね、うん、そうですね。うん お店もたくさんあるしね、カフェもパーラーも確かに、その合わせの漁港とかでも最近、外国人観光客とかよくね、目にするので、これからクルーズ船の話とかもありましたけれども、どん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 ね、本当に飛躍していきそうですよね。ケーシー・高飛車さんから沖縄市合わせは沖縄幸せっていう感じ、来てますね。なるほど沖沖縄縄せとはい <laughs> すみません、<laughs> はいじゃない、タナちゃんじゃないんだから、<laughs> はい,い,やいや、なんかいいこと言うなと思って、<laughs> あのコスモさんからは、モリ、はい、さん、口笛を吹いているから、機嫌いいかなってきてますね、機嫌いいかな、ね、いいかな口笛吹いてましたえ、ちょ、まあまあ、この BGM に合わせてね、ピーピー吹いてましたね、<laughs> 聞かれてますね、そうですね、はいまあ、機嫌がいい、まあまあ、いつも悪くはないですけどね、<お>はい、だったらよかったです。はい いつも常に普通に戻してますか横ばいな感じです横ばいな感じです横ばいでいつもでも精神安定してるってことでいいんじゃないですかどうでしょうね今日いいことあったかな今日の番組のテーマですけどそうなんですよだから機嫌いいかなってことはいいことあったのかなって感じしますけどあ今日はですね久しぶりにコンビニでメープルビスケットっていうのがあるんですけどあっかりますかります分かります100円ぐらいですかそう125円のなんか白い白い袋に入ってるやつ 違違違ううななますかそのケースがあるんですよレジの近くに透明なケースがありましてそこにんていうかないろんなスイーツ関係ドーナツみたいなありますねいっぱいあるんですけど青いコンビニですけどそこでなかなかないんですよこれがメープルビスケットある時とない時があるんですねやっぱ人気なんでしょうねへえ うん、なるほど、あじゃあ、モーリーさんはこのメープルビスケットを食べたときはもうとっても機嫌がよくなるみたいな腹持ちもいいしさ、あの甘すぎず、うん、甘くなさすぎずみたいな。それはどういうものなんですか、一つ一つクラッカーみたいな感じのビスケットってことなんですかえっとね、スコーンみたいな感じなんだけど、スコーンよりはもうちょっとこう、柔らかい感じかな。スコーンよりも柔らかいへ でほのかにこうキャラメルの香りというか、ね、なるほどメープルがかかっててなんかちょっと見つけてみようかな最近メープルにはまってましてねあ本当ですか、うん、私はなんか某あのそのアイスクリームの形のカプリコっていうのあるじゃないですかお<う>あれがもう大好きで、うん、もうとにかくそれを食べたら機嫌がすごいよくなるっていうあれのいちご味あーありますね、はい よくね買ってきてくれたりしますねうんテンション上がるんだそうまあでも最近そこの頭だけのものが売られてるの知ってますね高なし？そうええ分あのかなりあっちの上の部分って本当にそれにしかないようなしっとりとした味わいなんですよそれだけを食べられるっていうまたカプリコファンにはたまらないんかああいいとこ取りみたいなそう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 そんなの出てんだ今 なるほどまあお菓子だったりとかね食べ物だったりとか人に言われた一言とか、うんえー、見たものでうん、うん、あちょっとこれ嬉しいなとかね、えー、今日のいいことを教えてほしいなと思います、はい、さあメールもたくさん来てますが、えー、青の軍団さん行きましょうねはい、えー、チース TV スターモーリーナレーションの女王のあいにゃん <laughs> ありがとうございます曇りでもお美しゅうございますね 本当ですかして、土曜日の噂になりつつある TV 番組見たけどさ。ア、うん。あゆにゃんのナレーションがニュースチックに聞こえてからよ。数字道の場面からの TV スター登場してリフォームしたお家と、家主と玄関前で話してるけどて。日差しが眩しいからか、しかめっつらしてやるモーリーにやる気のない家主の表情だけ見てたらて。う <laughs> ーガラ事件現場取材しに来た記者と第一発見者封じー,ーでよ。 ある意味面白かったですさ。えー、土曜日も見るよねということで。<laughs> ありがとうございます。モーリーさんは見ました見た見た見た。見ましたあれ、ニュースチックになってます、あのナレーション。いや、どうでしょうね。いや、でも、まあ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 。え,えニュースチックかなちょっとニュースチックだったら、ちょっとあれですね。ナレーションとはね、あんまり言えないので。うん、あ、そうですかうん。<ー>ちょっともっと頑張ろう。 いやなんか不思議な気持ちですね、やっぱりね、自分が映ってるテレビ見るっていうのはね、うん、そうでしょうね、うん。あなたはね、ナレーションですから、はい、あ声を聞いたら、うん、偉い身だみたいなね、分かるじゃないですか、うん、たまに交代したいね、シャッフルとかあるんですかね。たまにあなたが出てもらって、はい、僕がナレーションみたいな。 うんそれもいいですねねあじゃあ言っておきますあ本当ですかそんな自由なんですかわかりませんけれどもえ今週土曜日のえ QAB さんの方ですねそうですねえ朝の十時五十分から十五十分からでしたね十一時十分まではい二十分間の放送がありますのでスマイルスマイルキシンという放送になってますのでこちらもよろしくお願いしますさあもう一回いきましょうラジオネームこれは かっこ我慢できんということで、うん、我慢できない人さんでしょうね。はいええ、やったあの謎かけクソだなということで <laughs> ケイシーさんに謝れ特にやらっちなんで2つも言ったばメンタル強せよアルベルト白前よりということですみませんすみません。<laughs> すみません <laughs> ねえちょっとねえ、えー、B リーグとかけましてっていうね謎かけをさっきやったんですけどじゃああのこのねかけるテーマが、うん、そもそもでこれ難しいですよね B リーグって、うん、相当絞られません <laughs> いやもう今日が開幕ですからねそれはもう仕方がないですよ、うん、モーリーさんは謎かけにはなってたので、うん、もうこれは軍配はモーリーさんでしょう、ね、<laughs> 全然うれしくないんですなんでからんでから <laughs> さほどななんんか買った感がないんですけど、ね、<laughs> あ<ー>でもあなたがさもうあまりにもインパクト残すもんで僕の回答がなんか普通になってるじゃないですかいや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 ,やいや,いや,いや,いやじゃあ謎かけになってなかったからちょっと悔しいんですよねそも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 ね、うん、謎かけ勉強していきましょうね本当ですね、うん、もう言った一言でね、はい、ドドーンとインパクトを与えるぐらいの頭が柔らかく、ね、なりたいなと思いますねこの頭が柔らかいっていうのは美容師さん曰くですよ あの頭の柔軟さと、うん、この頭の頭皮の硬さ、同じみたいな。きれするんだ。そうそうそう。ああ、ドキ。なんかちょっとこう。<laughs> ストレスかかってる時の頭皮っていうのは硬いっていやっぱりねなんか言いますよね<ー>で、うん、若干やっぱりストレスとかがかかってると頭とかもだんだん歪んでくるみたいですね、うん、なんか整体師の方とかが見たらすぐわかるってね、うん、聞いたことあるんですけども、うん、これ考えたらすごいですよね私なんかもうずっと硬いですよ人生頭 <laughs> そうだそうですか結構か硬いってよく美容師さんに言われるのでちょっとそれね じゃあ、謎かけができるようになったら、<お>あなたのストレスもちょっと軽減したっていうことでしょうね。そうなんですかね。<う>全然ストレスを溜めてる感じ、自分では思わないですけど。だから、マッサージしたらいいみたいよ、本当に。あ<ー>ゆっくり、ゆっくりと、ね、シャワーしてほしね自分自身でもね。そう,そうそうそう。うん、やったほうがいいみたいですけどもね。はい、はい。さあ、えー、時刻は5時31分になりました。子供たちのコーナー、未来家内のコーナーです。 かふみかふ保育園プレゼンス。家ン未来課内。さあ、今日もやってきました。未来課内のコーナーです。このコーナーは社会福祉法人人福祉会みちお保育園。かふみ里保育園の提供でお送りします。 さあ今週も沖縄市の東原にあります道ち保育園の子どもたちの元気な声を聞いてみたいと思います、えー、お歌の後にです、ね、あの家族構成何名とか、えー、車何乗ってるのとか、ね、え子どもたちといろんな話をしてきましたので、はい、その様子を聞いていただきたいなと思います。うん 教えてはい。あのさ、19人、うん、国。<く>シュージカブトは名前ついてる。かうん、名前ついてない,い,てないの。だけどオスはついてるよ。お？え、オスはついてる。オスはついてる。なんていうの？え、オスちゃん。オス <おっ S 2> だけどちゃんつけるんだ。オスちゃんね。 生きてるあのさおい書いたすごいねみんな男の子上手誰と誰書いたのこれ家族とおばあちゃんが出た家族とおばあちゃんが出たねあのさうんアイキのさユイが書いたアイキーのさキッキさみんな男の子と思っていたけどさ女の子だったたまご産んでいたから ああなるほどね。書いたもんみんな絵書いた？あき書いたよ。しんじも書いた。終わったの？あ,あいい写真だなこれね。いいもだよほら。おお誰が撮ったの先生上手だね。よく撮ってるね。 さあ未来課お届けいたたししました、えー、今週の土曜日もうあと2日後に迫っていますけれども沖縄市の花風三里保育園の子どもたちの運動会が、はい、沖縄市の合わせの公民館で、うんえー、行われていくということで先ほどの自治会のね、うん、あの渡嘉敷さんにもお世話になっていると思いますが、はいえー、今週土曜日が花風三里保育園、はい、来週の土曜日の10月の1日が道ち保育園の子どもたちの、うん 運動会とな,なるほど運動会のシーズンですねはい、うん、まあの天気がね多少こう崩れても体育館なのでまあ大丈夫とあなるほどいうことでございます、うん、また明日もですね子どもたちの運動会の様子、うん、そして子どもたちの元気な声を紹介していきたいと思います、うんはい、未来家内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道塩保育園花風三里保育園の提供でお送りしました さあ、アジクーターラジオ、秋分の日、今日は祝日ですけれどもね、えー、皆さんは何をしながらラジオを聴いているんでしょうか。えー、っと、今日のこの後のお知らせということで、えー、B リーグの開幕ということもありまして、はいえー、沖縄市のコザミュージックタウン3階音市場ホールの方では、 パブリックビューイングを行うということでございます。<お>えー、会場の時間がもう始まってまして、5時30分から。はい、そして、えー、ティップオフということで、えー、開始の時間が6時30分となっています。入場無料となっておりますので、えー、お友達、またお一人、えーまあ、同僚とかね、いろんなこう方を連れて遊びに来てみてください。 えっとねハーフタイムの時には限定 T シャツ、はい、おお欲しいですね抽選で5名様にプレゼントとすごい限定 T シャツっていうのがあるんですね。もう言えば B リーグと書かれた、うん、またこうキングスのねロゴが入った、うん、そういったオリジナルの T シャツがもらえるということです。今からでもいけるんですかね。ももちろんもちろんもちろん<ー>うんはい入場は無料ですねはいはい。はい まあ、OTV の方でもね、テレビの方でも中継も入るということで、うんはい、6時30分からかな、うん、始まるらしいですけれども、うん、まあ、せっかくだからね、ビール飲みながらとか、うん、多分、出店というかね、飲食も多分できると思いますので、ぜひ、音市場に足を運んでみてください。さあ、メールも紹介していきましょう、MJ さんからいただきました、はい、はい,さいスマイルが似合うお二人さん、MJ です。 はい、ありがとうございます。あれにかけてますね。あの番組に。そうですね。はい。はい。ええ、僕笑ってますかね。大丈夫ですかね。あ、めっちゃ笑ってます。よめっちゃ笑ってます。か毛利さんなの。あははっていう笑いが結構出てくるから、和みますよね。あ、そうですか。ラジオではなかなか見せない。いやいや、な、ラジオと全く一緒の笑い、笑い方なので、なんかね、和みますよね。あ、そうですか。はい。 言い聞かせてませんが、大丈夫ですか?。いや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 、いやリラックスされてるなっていう印象です。あ、そうですか?。結構緊張しますけどね。うん、でも、あの、インタビューのところとか、は結構リラックスされてるんじゃないですか?。うん。どんなですかね?。ガタガタかもよ、多分。え、本当ですブルブルかもよ。モーリーさん、緊張とかするんですか?。しますさ。しますさ。しますさ。って。おかしくなってるし。 やっぱ対人ですからねまあねしかもねちょっとおうちのねお話だったりとかするからねそんなバラエティーってわけではないですからねそうですねでも今の感じでいい感じじゃないですかあそうですかじゃあ今のまんまで本当にまんまでいいと思いますわかりました今日いいことあったよということで沖縄市体育館で琉球コラソン対涌永製薬の試合見てきましたなるほど 10点差以上つけてね、勝利。最高です。素晴らしい、えー。これからもっといいこと、キングスがやってくれるはず、ということで。なんか本当、スポーツ三昧ですね。ね<ー>いや10点差もつけて、うん、あー、よかったですね、琉球コラソン。はい。うん。ハンドボールということですね。そうですね。えー、B リーグとかけて、中学生女子の胸と解く。<laughs> その心は、 どちらもこれから盛り上がっていくでしょう。<ー>いつものように下ネタですということで。なるほど。はい、そういうのもあるんですね。そういういのもあるんですね<ー>発想がやっぱり違いますね。なんかいいですね皆さん発想がね。なんかいいです。<laughs> <laughs> 何とは言わずに何かいいです、ね。ちょっとなんか謎かけをちょっと本当考えてこられたらって感じです、ね、いやもう本当そうですよ。レパートリーとしてね。うん、はい、うん。共通項を見つけるのがいいんでしたっけ 共通項ですもんねだってうんうん、うんうん、どちらにもそうなんとかでしょうみたいなはいはいが <laughs> 頑張りましょうねでもモーリーさんの方が全然できてましたよねいやもうあれ以上出てこないよ熱中しよう <laughs> いや,いやもうよあのどうにか伝えようかなって思ってる、うん、<laughs> どうにかその時のねもうドヤ顔がね、はい、今でも忘れられないんですけれどもうるさかった <laughs> えコスモさんからは、はい、病院から見てるよってことですありがとうございますさっきねちょっとメールもありましたけど、はいえー、現在骨折入院中の私にたくさん差し入れをお見舞いに持ってきてくれたことかなということで<っ>、えー、骨折入院は不自由だから誰か来ていただけると嬉しいものですね<っ>といただきましたああそうなんですね、うん、お仕事が病院の方かなと思ったんですがあそういうことで病院にいらっしゃるってことなんですね。 あの病院のベッドからえちょっと足を出していると思うんですけど足を骨折しちゃったんかな、右足かな。ああ、そうですか、じゃもう大好きなバイク、なかなかねえしばらくは乗れないような気もしますけれども、そうなんですよね、ちょっとこう、体調崩したりとかね、あまりこう気分が優れないときに、誰かからね、差し入れがあったりとか、うん。ですね。 気使遣ってくれてるっていうのが分かるとねう嬉しかったしね嬉しいですねそれはねはいおんとお大事にねもう本当早くね回復してほしいなと思いますねそうですねあ仕事も病院だよってきてますねあそうなんだまあでもねこれからまたギプスですか取れるまで時間もあると思いますけれどもそうですねでもそんな時はもうゆっくり休んでいただいてうん とにかくね、はい、あの休んでください。はい。はい、北海道からいただきました。ラジオネーム、コスモさん。あ、北海道なんですね。そうなんですよ。<ぁ>ありがとうございます。北海道の病院からありがとうございます。えー、さあ、ということで、今日の番組のテーマは、今日 起きたいいことき、うんまあ、今日のいいことというテーマで、ね、お届けしておりますはい、はいえー、メールの方もツイッターの方もユーストの皆さんもですねまた残りあと8分ぐらい放送ありますけれども、えー、メールお待ちしていますメールの方は761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています追決、えー、の方で他の町の和樹さん、はいはい 今日沖縄市の体育館で琉球コラソンのホームゲームを見に行きながら日本ハンドボールリーグの選手名館を買いました早く B リーグの選手名館も欲しいですねといただきましたハンドボールリーグの選手名館ね、うん、そっかなんか野球のね選手名館とかよくありますけどね、うんうん、ああなるほどなるほど。 それも確かに男性としては、なんかゲットしたら嬉しいという気持ちになるかもしれないですね。まあ、選手をね、やっぱりこう番号と、あと名前、ま顔か。そういったもの覚えるっていうこともね。そうですね。あと、なんかこう詳細たまに載ってますよね。ね、載ってますよね。プロフィールとかね。うん。この辺も楽しみかもしれませんね。はい。はい。で、コスモさんが、モーリーさんは私の仕事忘れたのねって来てますよ。忘れた。 <laughs> <laughs> 病院でお勤めとい,、ね、いうことです。ルドルフさんから、えー、今日の良いこと、帰るときに雨が上がっていることかも小さいですが、うん、ああ、素晴らしい、うんうん、確かに雨がね、出るときに上がってたらちょっとよしっていう気持ちになりますよね、そうだね濡れずに済む。うんうん さあ今度は上空ですけれども、まあ、今日の天気の予報としては曇りということですね、はいえー、降水確率この後は20%の見込みです北東の風曇り波の高さ1.5メートルとなっていますさあ明日また仕事ですけれどもね、はいえー、9月の23日の金曜日は北東の風曇り昼過ぎから晴れの予報です波の高さ1.5メートル えー午前中20%午後からは公正確率10%の見込みということですね、うん、明日も最高気温は30度まで上がると見られております明日も真夏日ですか日中はちょっとねまだまだ暑いですね本当ですねまだまだ厳しい残暑が続いてますけれども、うんうん、やはりあの先ほどのね気をつけたいことですね、はい、熱中しようみたいな、うん、もうそれはいいかな <laughs> 引っ張りすぎ <laughs> あのいやもう,、うん、もう俺の精一杯ですから、ね、<laughs> いやいやいやじゃあよかったんですよよかったんですかったです、はい、<laughs> 田中周さんという方から来てますけれども <laughs> はい、はい、もしかしてやらさんかなコミュニティ FM で NHK の声が聞けるってめちゃくちゃ贅沢な気分ですお<ー>あお<ー>ありがとうございます今日のあれじゃないですかいいことじゃないですか今いいことですね,ね<ー> 1> 1いいことですよイエーイ さっきのね合わせ知識のと渡しきさんも,、はい、もうあなたに久しぶりにお会いできるということでめっちゃししそううでしたもんねありがとうございます<ー>なんか気づいてくれてそういうのが本当に励みになりますよねいやもうこれはよもう何年ぶりかにお会いする方で久しぶりだねって言ってくれて嬉しいですからねね嬉しいですね覚えてもらうっていうね、はいえー、ラジオネーム、武蔵さんからいただきました、えー、モーリーさん、あゆみさんリスナーの皆さんこんにちはこんにちは。こんにちは 祝日の生放送大変お疲れ様です、はいえー、今日のテーマは今日嬉しかったこと僕の場合はスーパーで半額弁当を購入できたことと、うん、ポイントが1000ポイントに達成し<ー>商品券をゲットしたことですねこれ嬉しいんですよねうん もうあのスーパーですよね1000ポイントでっていうのはあそうなの、うん、知ってんの知ってますもう,えもう沖縄の大型スーパーじゃないですかあ,あそうですかはいあああっちですね1000ポイントで商品券っていうのはええモーリーさんヤラミーさんのラジオを拝聴かな、えー、拝見できることですかねといただきましたああうれしい、はいえー、ヤラミーさん、はい、洋服とても似合ってますよ <laughs> 美しささに魅了されますねといたただきまし本やでも気をつけてるでしょやっぱりラジオに来るときとかお仕事の現場に行くときのファッションはねそ、はい、うですねやっぱり見られる仕事というか、うん、そういったのもあって、うん、ちょっと気をつけますよねやっぱその辺ね、うん、男性もちょっと頑張らんといけんねこの辺ねモーリさん最近シャツとかは着てますよねよくいやでもほぼ T シャツですからね そうですかね、ちょっとこう、あ現場の人だなって思うような格好しないとなって思ってますね。あ本当ですか。じゃあ、秋からいかがですか。スーツで来ようかな。ガラッと変わりますね。ちょっとでもジャケットスタイルとかも、絶対似合うので、いいんじゃないですか。中は T シャツ上から、ちょっとラフなジャケットみたいな。着やすいのあるじゃないですか。はいはいはそういうのいいんじゃないですか。いや、本当にさ、司会する人とか、この、要は、こういう人たちの。 マジな話ね、はい、昨日もずっと探してたんですけどでもど,どういうことですか探してたんですかではか司会やってる方とか、うんえー、そういうね世界でやってる方の衣装、うん、普段着てる洋服、うんうん、あ普段着ね普段というか、まあ、テレビの前だったりとかラジオの現場に行く時だったり司会のお仕事の時とかで着てるものって何なのかなって思ってて、うん、でずっとネットで探してたんですよそしたらあの,ゲッツの はいはいはい、ねはい、あの方 <laughs> あの方までたどり着きましたあの方とかの黄色とかオレンジとか赤とかのその要はジャケットが出てきたわけとこれはさすがにできんぞひょろのっぽと思ってそれはしないんですけど本当にね今何がいいんかなって考え中なんですよいいんじゃないですかきれいめカジュアルみたいなきれいめカジュアルなので多分、まあ、森さんも多分秋とか冬とかをしてるとは思うんですけど、うん、なのでシャッ 中は T シャツとかでも上からちょっとジャケットみたいな感じで羽織るみたいな、うん、それだけでも変わりそうですよ、ね、僕はねちょっとね衣替えというかね、うんはい、少しこう変えていきたいなと思ってますね、うんはい。さあ、もうエンディングの時間ですけれども、えーまあ、今日もねたくさんのメッセージも、はい、そしツイッケスもありがとうございました。あま今日はねお休みということもありまして、うん、まあリスナーさん、聞いてるかなと心配もありましたけどね、まあ、なんとか6時。ね そうそうねエンディングの時間でございます、はい、この放送は社会福祉法人人福祉会道正保育園花風美里保育園の提供でお送りしましたさあこの後は沖縄テレビさんの方で、ね、生中継ですね楽しみですね午後六時半からですね店頭さんが月<ー>森光って書いてます月 <laughs> <laughs> 森光ここで人の名前出しますかいいかもしれないで月森光、はい、いいんじゃないですかいいんですかねうん<ー> おつおつです。モーリー先生、あゆみさん、ルドルさんからでした。はい、ありがとうございました。またね、FM 講座も引き続き761でお楽しみいただきたいと思います。この後6時からは、はやとラジオの生放送の時間です。木曜日、ここまでのお相手は DJ モーリーと。ヤラあゆみでした。